多分、ここにバーローを立たせて、で、その時に私がここに乗っておくと。で、そうすれば床が上がっていって、この上に行けるっていう話なんじゃないのかな。まあ、とりあえずちょっと、やってみるか。どうしようかな。なんかこの辺書いちゃうとさ、なんか変なとこに持ってかれても嫌だしな。失敗したときに。とりあえず、こんなん書いときゃ、いっか。で、あれ？しまった。これか。これを。あ、違うんですよ。違うんですよ。違う。私がやりたいのはそういうことじゃないんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、もう、めんどくさい。これはスレート持ってると触れなかったよな。ちょっと、ちゃんと書き直そう。で、これを、こう。で、こう。よし、来た！やった！え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？そうか、ここに、立ち続けてもらわなきゃいけないのか。こっから降りたら、その瞬間からこの床は下がってっちゃうから、ずっと行ってもらわなきゃいけないんだ。どうすんの、それ。どうやってバールをここに置いとかせ続けるんだろう。いや、でも考えられるのはこのスレートになんか書いとくことしか考えられないよね。ちょっと待って。なんかヒントがどっかにあるんじゃないの？だったら。のバールを移動させないためのなんかシンボルがどっかに書いてある。書いてあるでしょ、どっかに。それがあるとしたら？ここ？ここなんかさ、絵とか飾ってあったじゃん。そうなんだよね。あの建物なんか、怪しい割に何もないんだよな。単にあのペデスタルとこの辺を繋いでるだけだからさ、そんなわけないでしょ。なんかあるだろ。ラッキーアンさ、なんかこう、一方通行が多いんだよな。だから、直線距離は大したことないんだけど、すっげえ回り道をしなきゃいけないんだよな。ここは、なんかあってもおかしくないと思うんだよな。ほら、こういう絵とかさ、こういう絵とかが、ヒントになってたりしないかな。でもなんか、スレートに書きます的な要素は何もないな。このテーブルのこの、なんか赤い宝石っぽいやつも気になるんだけどね。俺は上半身裸のおっさんがなんか掲げてるだけだな。で、そういえばなんかこっちにあったよね。これか。赤、緑、青。
これはでもなんかね、違う。この先、今詰まってるとこの先で使いそうな感じのヒントだよな。強いて言えばこの形がスレートっぽいけど、いくらなんでもこれを書くわけにはいかんな。なんかない？こんな意味深な絵が飾ってあるんだから。なんかないの、本当に。わからん。それか、単純に、こいつが上に登りきるまでいてくれればいいんだから、ずっといろよっていうわけではないんだよね。要は、なんか時間稼ぎができればいいんだよね、きっと。なんかバーロが、こう判断に困るようなマークをめっちゃ書いて、その間に床を限界まで上げてしまう。なんかこう、すっげえわけのわかんないマークをいっぱい書いてさ。書けない。こんなよくわかんないやつを書いて、で、これでどう？惜しい。今めっちゃ惜しかったんだが。上が見えたよ、上が。でもなんか、そんな感じのことな気がする。時間稼ぎのために、どんなものをここに書くかだな。思い切ってさ、こう漢字とかどうよ。目。これはバールもわけわかんないでしょ。目って言われたら、日本人でもわけわかんないもん。ああ、くっそ。じゃあもう、思い切って令和とか書いてみる？画数なんかな？あいつらの判断の速度を鈍らせるのは画数なんかな？ちょっと下手だな。トーデルメアで書いた時の方が上手かったですね。よし。どうだ、令和。あ、くっそ。もう、全然わかんない。ヒントもどこでもないしな。もうさ、シンプルに、もう、下矢印とか書いてみる？もう、ここにいろと。ここから動くなっていう思いを込めて。
意味が、ちょっと待って、意味がわからん。意味がわからん。ちょっと待って。意味がわからんのだが、なんで今行けたの？本当に下矢印が効いた？ついに私はバーロと心を通わすことができた？これまっすぐ、まっすぐ行けんのこれ。違うよね。穴がでかく開いてもんね。こうだよね。うわ、これ。あれか。赤、緑、青なんだけど。ただ、多くね？ちょっと待って、多くね？スイッチ。ちょっと待てよ。構造がよくわからん。わざわざ赤が2個あったってことは、この色だけを単純に選んで押していくわけではないよね。赤、緑、青っていう順番なんだから、多分そういう風に押していくんだろう。赤。あ、でも緑がないな。赤、緑、青。これもしかしてどっかを起点に、赤、緑、青。赤。違う、臭い。単純に赤と緑だけ押して、赤と緑と青だけを押していけばいいのかな。そんなはずはないと思うんだけどな。そんな簡単な謎解きを、あ？何？ああ。そういうことか。なるほどね。おお、びっくりした。驚かせるなよ。例えば、赤、緑ばっかりじゃん。ちょっと待って、広っ。異様に広いんだが。一応順番は赤、緑、青の順番にした方がいいんだろうな、きっと。ただこれ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。どこを押したかわからん。まずい。青？黄色？ここに赤がある。ちょっと待って、赤。これ押した気がするな。
やべえ。もう、全然わかんないから適当になってるわ。いや、これ、一回やったな、ここ。やった気がする。畜生。全然わからん、これ。とにかくその赤赤緑青は守ろう。青がね、青、どれを押したか分かんなくなってきたな、これ。で、赤、緑、青。おおお。ちょ、待って、あっぶな。危なかった。なんで開いたかわからなかったから、閉まったらもうお手上げだったんですよ。あぶね。よかった。スレートがね、ちょっと待ってくれ。写真撮っといて、スレート撮ってくるか。なんか、割と複雑な形だったな。こんな感じだったような気がする。これで伝わるかな？要は鹿の角みたいな。伝わる？伝わった臭いね。よし。オッケー。ふぅ。いや、ちょっと今回ほんと謎解きしてる感じがしないわ。全然ダメだわ。ここどこだ？うわ、ハゲ。あんたの能力には改めて感心した。ここまで大変だったろう。本当だよ。あんたが辿ったのはクレシュの道だ。知らねえよ。勇者だよ。俺たちのために獣を退治しに来てくれた。彼らはどうなった？また野蛮な暮らしに戻ったか。そうか。もったいないな。よそ者がまた破壊を進めようとしている。ドニの本質を少しも分かっていないのに、そんな奴らに再建できるのか。ふん。いや、まあ知らんかなって感じなんだけど。ちょっともうハゲもいよいよなんか恨み事ばっかりになってきたな。最初はいい人だったのに。で、多分もうそろそろキープのあるところに行くはずなんだけど、うわ、なんだこれ、なんだこれ。ああ、そういうこと。ちょっと待って。これが何だもん、そもそも。そもそもこれが何かわからん。登れるわけではないのか。
いや、多分これ。これを使って、なんかこの、よくわからん、この板を、どうにかするんだろうな。うん。どうにかするのはわかる。あ、ちょ、なんかあるよ。あ、え、これは？あ、ここには石が3つ。ああ、なんか分かってきたぞ。ラッキーアーの謎解きは、基本的に重さのパズルなんだな、きっと。ちょっと待って。ここにも石が3つあるから、では、釣り合えばいいのかな？どうにかして。ただなんかこっちにもなんかあるんですよ。広いな。ここに来て広いな。え、私をねぎらってくれてる？別に私は勇者とかになりたいわけじゃなかったんだけどさ、なぜか勇者の道を通ったんだけど。いや、きつかったこれ、ほんと。多分、ミスト5の山場じゃないかな、これ。いやー、綺麗だな。まあ、綺麗だけど、きっとすげえ暑いんだろうな。いや、もうほんと最近さ、信じられないくらい暑いよね。私の部屋も結構暑いもんだからさ、下手したら室内で熱中症になっちゃうんじゃないかっていうぐらい、ちょっとね、不安なんですよね、その辺。まあいや、とりあえずあの仕掛けをどうにかするんだろうな。よいしょ。他に。いや、ちょっとほんとね、ここに来てすっげえ広いよね。こっちさっき行ったんだっけ？お。船があるな。これ船なんか、船の中には入れないのか。難破船ってだけか。で？これなんだ。あそこ行けんのかな。ああ、無理くせえな。あ、ここには行けなさそうですね。残念ながら。こっちにも行けないと。いや、人が行けないってなったら、これどうやって立てたん？これ。なんかあんのかな？こっち。まあいいや。よいしょ。とりあえず、これをどうにかしろっていう話だよな。これでもちょっと待てよ。多分ね、これは一旦下ろしていい。多分このぐらいの大きさだった気がするんだけどな。あ、これもなんか適当にやってるうちに解いちゃいそうな感じのパズルですね。あ。
ちょっと待ってよ。もしかして、これによってこっち？やっぱり。暗い。ああ、そういうこと？ちょうどいいところか。やっぱそうか。釣り合ったところか。ちょうどいいところですね。重すぎると。お、来た。来ましたね。よし、これで入れるぜ。やったー。で？ん？